では早速コーナーの方に参りましょうか。一押しマンデーネタナイト。このコーナーではテーマに基づいた3組に今、一押しのネタを披露していただきます。今日のテーマ、全組 M1 グランプリ1回戦通過 NSC 首席スペシャル。おー、出た。出席スペシャルや。素晴らしいですね。NSC では毎年 NSC 大ライブの結果で、まあ、首席トップが決まるわけですね。現在芸歴3年目以内の首席は全組見事1回戦を突破しております。わあ、さすが。ということで、1回戦を通過した首席3組に漫才を披露していただこうということでございます。楽しみ。楽しみでございます。はい。1組目いきましょう。1組目は NSC44 期首席、芸歴1年目の宛先プレーン。出ましたね。出ましたね。はいはいはい。ボケの荒木とツッコミのタカマンからなる漫才とコントの二刀流コンビでございます。それではネタの方をまずお聞きください。どうぞ。どうもー、宛先プレーンです。お願いしまーす。荒木と月曜日担当はタカマンです。お願いします。なんで俺だけ日替わりやねん。毎日おるから。あ、本当。じゃ、そんなんじゃないんですよ。僕ですね、ちょっと一つだけ、憧れがありまして。憧れ。よく行く定食屋でね、こう俺の世話を焼いてくれる大阪のお母さんみたいな人が一人欲しいなと思うんですよね。そういう人やったら俺もおるよ。え？もう実際におんの？羨ましいな、それは。大阪のお母さん、すごい親身に話とか聞いてくれる。聞けば聞くほど欲しなってきますね。あと、天満のお母さんもすごい優しいし、え、天満？京橋のお母さんもすごい元気なのえ、ちょっね。と待って、それ何人かおんの、それって。で、森の宮のお母さんもすごいいい人でね。お前それなんかお母さん感情線沿いにいっぱい作ってない？なんかそれ。で、またちょっと変わった人なんやけど、谷町4丁目のお母さんもいい人。中央線乗り換えてるやん。堺何、筋違う本違う違う、ちょっ町。と待ってよ。え？なんかお前お母さん、チェーン展開してる？チェーン展開。なんかいっぱいおるやんか。違う違う、大阪のお母さんなんか信頼できる一人でええんちゃうん？何何何、どうしたい？あのさ、お母さん、一人で足りる？足りるわ。何の質問やねん。じゃあお母さん多い必要ないやんっつってんねん。いや、みんなそれぞれいいとこあるからおった方がいいのよ。そういうもんな？例えば？まあ、例えば、鶴橋店やと、テンって言ってるやん。お母さんでおし母ょ？さん。鶴橋のお母さん。鶴橋のお母さんやと、もう作ってくれる料理がもうお袋の味なんよ。なるほどね。確かにそういうのはいいかもしれないですね。この作ってくれるチーズドッグ。これがめっチーちゃズめっドッちゃグっ美味てしくて。何？じゃあお前、三重生まれ、三重育ちのジャパニーズボーイやん。そんなに実家でチーズ伸びへんかったやろって。ありがとうございますよ。黙っといてくれる？もあと、西九条のお母さん。西九条なんですか？もよく高い高いしてもらうんやけう。ど。何歳やねん、お前。で、高い高い線でもお前、182センチあんねんからもう十分に高い高いよー。静かにしてほしいんやけちょっとど、喋りすぎましたね。このしてくれる高い高いがもうはい。完全にフライングダイナソアクロバティックやな、お前。それ、おかんの腰砕けて終わりちゃうん。違う違う、ちょっと待って。ー。何？ちょ、そんなんしてほしいんじゃなくて、相談とか乗ってほしいのよ。いや、だからさ、相談したいのはそれこそ、一人よりもいろんな人った方がいろんな意見つけて参考になるよ。じゃ、わからんけど、そういうもんなんか？だから俺もね、あなたっていう大阪の相方と、あと京都の相方、これどっちとこれからやっていくべきかなって。誰？京都の相方って。だから日替わりって。ほんまに？俺今日だけ？ちょっとどういうこと？でもあと吉野の相方でもいいし、怖い怖い、もう。名古屋の相方でもいいお前ってし、やつが怖いわ。伊勢志摩の相方でもいいし、近鉄フリーパス乗ってるよね、次ね。奈良の相方でちょっともいいし。待てって、お前。さっきから聞いてたらお母さんとか相方とかいっぱい作って、お前一人にせえや。じゃあお母さんは一人にするわ。いや、相方も一人にせえ。もうええわ。どうもありがとうございました。よっしゃ。いいですね。8年ぐらいやってな、おかしいよ。8年ぐらいやってな、なんか、もうええわ。一泊怖いからすぐ行くのよ。落ち着いてま落すもちんね。着いとんのよ、もうこいつらはもう。いいっ相す方、ね。相方一人にせえやん。もうええわ。この一部は待ってんの。一 年目は待ってんのよ、こ確れ。かにね。津田さんぐらいになると、今15年目ぐらい。14、5年目かな。10秒ぐらい待ちませそんな待たんよ。もう、その尺もったいない。畳みかけれるやん、その尺。ということで、はい。改めまして、宛先プレーンのお二人です。失礼しまよーす。いや、マジでうまいな、でも漫才。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいわ、ほんまに。なんか乗りつけるとことかもね、ちょっとそうやこう、ね。遊んで。種類、ツッコミの種類増やしてきたりとか、これ映像でわかんないですけど、ただ叩くところとこう、パッてやるとこと、まあ、スカシでこう、抜くところとか、
多分8年ぐらいやってないかおかしいねんな。4ヶ月ちょっとです。いやいや、えぐすぎるわ、それは。ボケも淡々とね、淡々と生きながらも、かぶせがあったりとか。嬉しい。すごいな。みんなツッコミばっか褒めるから、僕あんま褒められなくて嬉しいです。いやいや、ボケ、それはボケがあのリズムでずっと心地いいリズムでやってくれるから、ツッコミはもう逆に言うと生きやすいというか。うん。ありがとうございます。すごいね。こんなしっかり言うやつでしょ。いや、なんか、普段もこう、なんとなくで、はい、なんていう、その、あんまり言いすぎてもなって、うん、自分でセーブしてとかあってんけど。はいはいはい。あまりに達者すぎて、普通のちゃんとしたコメントを。何それ44件。どうですか、でも実際、あの出てみて、NSC を。NSC 出てみて、うん、いや、でもやっぱ先輩方の層が厚いなっていうのが一番感じますね。え、オーディションとかどうなの、うん、いや、もうオーディションライブ、その劇場メンバーになるための、もうオーディションライブの1回戦で、2回出たんですけど、2回とも落ちてるんで。やっぱ層が厚いなっていうのがもう一番の思うことですね。うん、相方さんはどう？そうですね、あの全く同じ意見なんですけども、うん、Up to You とかのそのオーディションライブ2回出たんですけど、うん、2回ともダメでした。全く同じ。はい、いや、この辺返しもな、8年やってるやつの好きな。しっかり、全く一緒なんですけど。全く一緒なんですけど、つって、そこで終わる人多いねんけど、うんうん、ほんまに全く同じこと、もう一回言うっていうスキルがある。うん、なんか他事務所でやられてました。もう1年目です、はい。いや、すごい。でも、いろんな番組とか出てない。ドダメとか出てなかったっけ？そうですね、ちょっとだけ、あの、関西の、うん、番組2つ、3つ。うん、出させていただいたんですけども、うん、なかなか一個ね、こうパーソナルじゃない、パネラーみたいなところで撮らせてもらって1時間収録をやったんですけど、うん、一言も喋れなかったです。いや、それあるよな、でもな。俺も全然喋らんから。お前は喋れよ。お前は胸張って喋れよ。大丈夫、こいつは30分間マジで一回もボケずに終わった番組とかあるから大丈夫。そうですね、なんか難しいなっていう、出ていくタイミングとかが。うん、はい、仕事もでも並行してまだやってんの？そうですね、あの今日もあの一件契約取ってから来させていただきました。すごいね。そう、できすぎやろ、うん、ちゃんとできる人なんだ。すごい。でもまあコントもやってるってことやけど、KOC とかどうやったの？そうですね、キングオブコントも、1回戦を通過させていただいて、うん、2回戦がやっぱちょっと難しかったですね。はい。はい、まあでも、出てねえね、知れて4ヶ月とかでここまで来てるっていうのがすごいことですからね、うん、そもそもが。うん。出ます。なんか目標とかありますか？今後やってみたいこととか。目標。はい、目標言っちゃって。そうですね、やっぱもう賞レースをもうずっと見てきたんで、昔から。うん、賞レースをずっと見てきたんで、もう本当にやっぱ準決勝とか決勝とかそういう舞台に立っていきたいなとは一番思いますね。うん。うん。相方さんは？これあの、くしくも全く一緒なんですけど、うん、あのほんま準決勝とか決勝もやっぱテレビで見てきたあのステージに行きたいなと思ってます。聞いたってそれ。はい。で、準決勝はええやん。あ、そうそう、それでいいよ。1年目の感じ、それそれ。1年目でな。準決勝はええやろ。決勝やろ、言うとしたら。準決勝もむちゃくちゃすごいことやけどな。うん、なんかライブの告知とかありますか？ SNS とかでもいいし。言っちゃってください。言っちゃってくださいよ。言っちゃってくださいよ。いや、もう言っちゃってください。いや、言っちゃってくださいよ、あなた。これ多分良くないやつ。あ、言っちゃって。そんなことないよ。そんなこと何でも好きなことやって。なんか始まりそうやったけど。9月の2日、はい、2日に、ザザハウスにて、はい、44期生の同期ライブがございまして、よいしょ、はい、そこでお客様を、笑顔にするライブというのがありまして、うん、44期生16組ぐらいかな、うんうん、はい、出まして、R1 準決勝行った純新作や、お、スタート、誰が、うん、とまあでも本当44期生のもう一番面白い人たちがたくさん出るので、はい、こちらの方ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、まだチケットは、うん、ぜひぜひお願いします。はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。はい。ということでございまして、宛先プレーンのお二人でした。ありがとう。ありがとうございました。バイビー。ありがとう。
お辞儀がね、社会人のお辞儀の。これも YouTube で見ていただいて、ね。ほんましっかりしてるわ。しっかりした90度で。尖りまくってたけど、俺の1年目。え、なんすかみたいな感じやったけど。あ、そうすかね。なんかの感じやったけどな。うん、今の子はちゃいますよ、ほんま。うん。ということで、このあたりで一曲聴いていただきましょうが、はいはい、リクエストでございます。うん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。あります。今日車で信号待ちをしていたときに下校中の小学生3人組が目に入りました。うん、上級生であろうこの一人が下級生のランドセルを持ってあげていて、うん、もう一人の上級生が下級生の汗を拭いてあげていましたと、うん。その光景になんて優しい子たちなんだろうとほっこりして癒されました。はい、お二人が最近ほっこりしたなという話があれば教えてください。どうですか？ほっこりなほっこりってでもあんまないっすよね、生きてて。まあなんか、僕住んでるところがちょっとファミリー層の方がちょっと多くて、はいはい、で、ちょっと自転車ちょっと、あれ、後ろにこうでっかめの、うん、なんか子供が座ってたんですね、うん。で、一人のお兄ちゃんがそこに座ってたんですけど、うん、お母さん前に乗ってて、うん、で、なんかちっちゃい子が歩いてたんですね。うん、で、多分それ家族なんですけど、うん、お兄ちゃんがパッと降りて、うん、その子を抱きかかえて、お後ろに乗せて、うんうんうん、で、これでもう疲れんよなって言ってたとこちょうど見たんですよ。おそれぐらいかな。いやいや、めちゃくちゃいいやんか。あそれはいい。ベストオブほっこりですよ。ベストオブほっこりすぎて、全然笑えないですよね。うん、おもろくはないけど、ほっこりでおもろいって結構むずいから、いいです。ストイックに考えすぎですよ。そういうほっこりなやつは別にいいですから、ね。ということでございまして。はい。エリカさんからのリクエストでございます。うん、あやかで夢を味方に。ウエストサイドジャンクラフネクストでは、ラフッコの皆さんからのリクエストもお待ちしております。はい。メールアドレス、小文字で wsjl@esfm.jp にメールを送るか、うん、ツイッターでハッシュタグ、カタカナでラフネク、こちらでつぶやいてください。お願いします。二組目行きましょう。二、うん、組目は NSC43 期主席、芸歴2年目のテキサスマウンテンローレルでございます。ボケの牧野とツッコミの小野からなるシュールでおバカなコンビでございます、うん。それではネタの方からお聞きください。どうぞ。どうもテキサスマウンテンローレルです。お願いします。ちょっと耳だけで楽しめる話あんねんけど。めっちゃええやん。楽しめる話、うん、ラジオに最適でそれやってください。やろうか、うん、こないだ、海鮮丼の店行ってん。あ、ええー、な、うん。で、結構老舗の店で、うん、もうあのメニューもこう黄ばんだ紙にぐわー殴り書きで書いてあるような。絶対ええとこやん。うん、高いんちゃん大丈夫、うん、で、鮭とイクラの親子丼お願いしますって頼んで。美味しいな。うん、そしたら大将が、鮭じゃなくて、タイとイクラの親子丼ですよって言うてくんねん。はて、タイとイクラ？うん。で、メニューパって確認したら、ほんまに、タイとイクラの親子丼って書いてあんねん。親子ちゃうやん。あ、まあでも、鮭と、タイって字を、まあ間違えた。俺が悪いねんけどな。でも確かに、魚辺の漢字っていうのはね、あの、間違えやすいから、鮭っていう字とタイっていう字ごっちゃになることあるなって。おい、ちょっと待て！え？まあ、それ、タイとイクラが親子って間違えてるの大将が悪い。お前何も悪くない。いや、お前のせいじゃん。大将が全部悪い。なんか日本人の悪いとこ出てる。お前悪いんちゃうねん。な、大将が全部悪い。あ、まあ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 。いやいやいや、これな、ニシンとカズノコの親子丼って出てきたら、お前が悪いで。ああ。これ、タイとイクラ親子じゃないから、他人どうやねん。お前が悪いんちゃう。大将が悪い。いや、他にもメニュー見てたら。いや、みんな帰れ、そんな店。タラとイクラのハトコ丼とか。ハトコ丼？うん、カツオとイクラのイトコチガイ丼とかもあって。イトコチガイ、なやそれ。この時点で俺ピンと来てんけど。何？この店、サザエさんの家系図に習って親子丼とか命名してんねん。サザエさんの家系図？ああ、え、タイとイクラの親子丼っていうのはタイコさんとイクラちゃんが親子やから親子丼？そうやな。ドヒャー！ドヒャー！え、タラちゃんとイクラちゃんがハトコやからハトコ丼？そうやな。バブー！バブー！おい、そんな店ないって。あんねん。いや、あるわけない、そんな。あるある、嘘つくな、嘘。ほんまにあんねんって。いや、嘘だって、つって言うとこ、ち違いなんていう関係性、どこ？聞いたことないの？お前、それなりピンとくるわけない。嘘や！いや、他にも、サザエとカツオの兄弟丼とか、もうええ、サザエとワカメの姉妹丼とかもあんねん。もうええ、サザエはそのまま出した方がうまい。丼にすんな。他には、カツオと海苔のいとこ丼とかもあんねんて。出てくんな、ノリスケ。え？
大体の海鮮丼に海苔なんか入ってるから海苔っていちいち明言するわけない。嘘。いや他にはサザエとマスとタラの丼はフグ丼やったわ。やってんねやってんねいよいよあフグタサザエフグタマスオフグタタラオやからフグ丼ってこと。そういうことやな。いいわけないやん。えフグが一匹も入ってないのにフグ丼なんて名乗っていいわけない。裁判になります。え大将が肝ったま座ってるだけ。カツオと中島のクラスメイト丼。中島って何やねんお前中島って何筋肉筋肉やめて。地元の人が中島って呼んでるだけの魚であってくれ結局迷ったんやけど、うん、まあ、迷って結局一番人気のマスとアナゴの同僚丼っていうのを頼んだわ。マスとアナゴの同僚丼が一番人気？サザエさんの人気にあやかってるような店でそれが一番人気ってことは味に相当自信があります。ちょっと行ってみましょう。ガラガラガラ大将同僚丼定休日です。いや定休日何回どうもありがとうございました。いかんでいいやろ別に漫才コント最後に駆け込み漫才コント初めて見たわいかんでええでもしゃべっくりでいけやもう最後にどこで入っとんねん面白いないただけたあ面白いということでございました。あとめましてテキサスマウンテンローレのお二人です。お願いしま す。安定と実績のね、うん、テキサスマウンテンローレですか。面白い。ありがとうございます。もう、もう何回もマルセイユさんにネタ見せさせていただいて。もうネタ見せじゃないよ、ね、うん、ほんまに、はい、はい、ほんまに何回もサダイさんも見ましたし、はいはいいやめちゃくちゃ面白かったネタ。そういうことねっていうね。どっちの ネタかっていう。あ、はい、ネタその海鮮丼の話。いやそっちじゃない、そっちじゃないよ。なんやねん、そのネタが面白いってどういう意味やねん。どういう意味かなと思って。はい。じゃもうここの返しもだからもう慣れてんねんお前らは。なことない。フレッシュさがないねん。もう2年しかまだ絡みんだけども一緒にやりすぎてサッカー。そうか、もうサッカーとかでやってるから。そうやねん。いいえ、ありがとうございます。すごいな。どっちもやんの、漫才もコントも。いや、本当に漫才は、もう、この1年でこの日ぐらいです。やる。いや、だから、本当にあの舞台で出て、センターマイクが立てた時だけ漫才やる。そうです。はい。へ、え、ぇ、ー、M1 があるから、まあまあ、出なあかんしみたいな。そうですね。一、はい、回、あの、祇園花月の方出させていただいた時に、あの、コントやるんですけど、なんかわからないですけど、あの、センターマイクはあったことはあります。はい。はいはい、だいぶ後ろに下がってやりました。はい、それはどういう状況なの？はい、なんか、はい、な支配人の方になんか下がりすぎやってなんか怒られました、ね。はい、それ漫才出番やったよね、だから。いや、そんなことないと思いますよ。ほんまに？はい。ほんま下がりすぎやって、あのシチリア代表のディフェンスに言うようなことをなんか言われて、ワールドカップアジア予選の強豪国に対してのシリアのディフェンスラインの高さ誰もわからんねん。それ知らんねん。ありがとうございますよう分かったな今の。知らんけど俺もそうかなと思って言ってるだけやけど、思い出します、はい、いやでもすごいよね。すごかった。めちゃくちゃ漫才いいんちゃう。うん、ほんまですか。うん、なんかそのおのの、うん、あのお調子者の感じのツッコミとか、うん、字の感じで出てていいと思うけど。あれ、あ、ほんまですか。ありがとうございます。まあまあ、あのいろんな自分あるんですけどね。いやいや、みんなそうだよ。これだけじゃないよね。写真集出すときの一言やないか。はい、いろんな自分。いや、そんなことない。決めつけすごいな。写真集でもそんなあるけど。そうそう、牧野のひょうひょうとしては、うんうんうん、なんかしゃべりそんなうまいよとか、コントではやっぱこうね、ぶつ切りっていう感じやけど、漫才はね、掛け合いやから、はい、牧野もそんな、サッカーの時マジでしゃべってんのあんま見たことないから、もうただプレイして。いや、そんな、舌噛むんでね、そんな。ただ森山さんへ、難しい角度のパス出すだけの男やから。森山さんにどうやってパス出すか、はい、アシラヒモビッチさんのどうやってパス出さないように知らんて、アシラヒモビッチ出せや、アシラヒモビッチにお前いや素晴らしいですけど、なんか告知とかありますか。あ、ですね、今週末らへんにですね、あの今日のこのラフネクの動画が YouTube に上がるんで、そちらの方見て告知せんでこっちがするから、それお前その時間持ってなかった。いや持ってない、はい、こなれこなれてるなあ。あらまあ、マルセできるんだよ、その間いろいろ出てるから、もう何すねん、慣れてんねん、もう。宛先プレイも1年後こうなってるわけやはい、
はい、宛先がどこになってるんやっていうことですね。ほんま、いや、いらんなぁ。いらんすか、適当すぎます。適当すぎます。すみません。あ、なんかインディアンスの田淵と喋ってるみたいな。スピードね。いや、面白い、はい。なんかライブは大丈夫ほんまに。あ、はい、ライブ大丈夫です。もうこれの2回戦ぐらいです。そうですね。はい、そうかそうか。今2回戦もありますので、はい、ぜひ皆さん、ツイッターとか、SNS フォローして応援してあげてください。はい。ということで、テキサスマウンテンローレルのお二人でした。ありがとう。ありがとう。いや、安定ですね。安定やね。もう、なんか、うん、ずっと見たいわ。そうね。ああ、10分ネタとか見てみたいな。今終わった後も、あの、え小野くんかな、うん、ずっとダブルピースしてましたね。それはもう田淵や。そうなったらいいんじゃない田淵や。いやもうね、実力はもう折り紙付きでございますからね。皆さん注目してあげてください。はい。ということで、このあたりで一曲聴いていただきましょう。うん、これは私でございますね。はい。なんかね、もう、悲しくなりたいときに、一人でこれをもうお酒を飲みながら聴いてます。あんまなくない？悲しくなりたい。毎日悲しいですか、私。ちょっと涙流して。流しながらね、聴、うん、いてください。はい。太鼓で、ビクニエ。さあ、ラスト3組目でございます。うん、3組目は NSC42 期主席、芸歴3年目のオビワンでございますね。ボケのモンデンとツッコミのウサミエピソード4からなるスターウォーズ大好きコンビでございますね。オビワンやからね。あなた好きですかね、はい、スターウォーズね。はいはい。さあ、それではネタの方からお聞きください。どうぞ。どうもー。何ジロジロ俺の方を見て。かっこいいハゲ方してんな。俺ジェイソン・ステイスタムちゃうで。かっこいいこれ、うん。ラジオで伝わらんことやめてくれ。あ、ごめん。オビアンです。お願いします。お願いします。いやいや、いきなりなんやけどさ。はいはい。俺高校野球がめっちゃ好きでさ。あ、甲子園盛り上がってたね。とにかく今年はさ、東北勢の初優勝。100年かかってついに優勝旗が白川の関超えましたから。快挙やね。でな。で、最近これ時代なんかな、うん、SNS のアカウント持ってる高校球児増えててさ。あ、インスタとか。あ、そうそうそう。で、甲子園で活躍した選手やったらさ、うん、フォロワー1万人超えてる人もザラにおる。すごいな、甲子園。で、これ野球してるとこだけじゃなくて、うん、結構プライベートで遊んでる写真とかも上げてて、見てて楽しいよな。うん、あ、そうな、うん。この間もさ、うん、甲子園で負けた3年生の高校球児がさ、うん、その負けた翌日にチームメイトとボーリング行ってる写真上げてて、めっちゃ楽しそうやった。で、他もさ、いや、ちょっと。何？切り替え早ない。何切り替えって。いや、負けた翌日にボーリング行くの。あ？今日甲子園で流した涙は嘘やったんかなって思うやろ。別に思わんやな、そんなこと。でも昨日甲子園で泣きながら上投げしてたのに、次の日はボーリング場で笑顔で下投げしてたら思うやろ。泣きながらボール投げてないで、別に。泣きながら甲子園の砂集めてたのも、高野連の演出。演技ちゃうねん、お前。台本あるやろ。台本ないわ。いや、心の底から泣いてるから、あれ。でも負けてから2週間は遊びに行く投稿とかしてほしないわ。なんかお前、高校球児に厳しくない？ 2 週間は、喪に服してほしかった。身内診断か、お前。え？何や、喪に服すって、お前。いや、3年間野球頑張ってきたんやから遊んでええやろ。野球部引退翌日にボーリングやで。ああ、まあええやんか、だから。プロ野球じゃなくて、ボーリングの P リーグのドラフト指名目指してんのかな。そんなわけないやろ、お前。え？P リーグにドラフトないで。え、ちょっと待って、その子のボーリングの使ってどれぐらいな。な、240ぐらいいってたもん。やっぱ P 目指してるやん。目指してないっけ、お前。あ、そうか、 PL 学園って P リーグの略か。うん、違うよ。え、その時代 P リーグなかったしね。でその子さ、ボーリングの後カラオケ行ったりしてた。あ、カラオケ行ってたよ。カラオケルームで甲子園負けたのに校歌の練習したりしたんかな。皮肉が止まらんな、お前。でその子さ、楽しそうに遊んだりしてた。お、楽しそうにしてたよ。それそんなに楽しそうにしてたんやったらさ、よっぽど早く遊びに行きたかったんかな。あ、次は何が言いたい、お前。あの甲子園のバントミスはわざとやったんかなって。バントミスって何？一日でも早く負けて遊びに行きたかったんかなって。なんてこと言うねん、お前。おい、わざとバントミスするなんてすごい技術でんな。あ、皮肉が止まる。え、技術？うん。何なんそれ、お前。そもそも、え、何？いや、すごい技術よ。すごい技術よ、そりゃ。何やったっけ？あの、あれよ。お前なんか高校野球に恨みあんのかみたいな。高校野球にあんのか的なやつ、なんかちょっと聞いてほしい。お前に？うん。いや、でもお前なんか今までの言動からすると、高校野球に恨みでもあんの？高校野球に恨みでも。
高野連と裁判中。高野連に何したお前。高野連のホームページにハッキングした。何それ何が目的な。ちょっと今裁判中やからこれ以上詳しい話は無理やけど。高野連と揉めてるやつ初めて見たんやけど。ちなみにその子、あの高校はどこの地方の子な。あ、東北地方やけど。東北勢か。うん、あ、じゃあ女子大生のふりしてその子に DM で会いたいって送ってみ。なんで。すぐに白川の席越えて大阪やってくんぞ。越えてきません。ダッサイメッシュキャップかぶって越えてくるって。高校球児の私服だけはいじんなお前。あのアンダーアーマーのハイネック着てさ。私服で着るわけないやろボディスパッツ。まあええわ、後でその子のアカウント教えてや。悪用するから絶対嫌や。どうもあした。お疲れ様でした。すいません3年目なのに全然大丈夫。うん、何を使いますか。うん、この前俺飛んだし、新ネタして。変なアドリブ入れまくって、なんか受けて調子乗って、オチの前のセリフ俺も飛んだし。そんなもんですよ。ああ、ね、でもね、なんか、全然分からへん。うまいことやってた。ということで、改めまして、オビワンのお二人です。失礼します。よっ。いやー、ジェイソン・ステイサム、うん、大好きな俺らからしたら、ほんまありがとうやで。うん、ありがとう。名前出すだけで。はい、もう、感性。わかんないですけど、全然僕のハゲ方はジェイソン・ステイサムではないです。そうやな。もっとないもんな、ジェイソン・ステイサムも、うん。もっと坊主ですもんね。そうやな。ジャンレノかな。ジャンレノもだいぶいいハゲですよ、あれは。いや、ハゲにいいとか悪いとかないからな。全部いいハゲですからね。全部いいハゲ。そうよ、そんなもん、お前。言うなよ、見た目とかの今。叩かれるか分からんぞ。うん、いやー、オビワンは組んでどれくらいですか。去年の10月に組んだんで、まあ、1年弱って感じですか、ね、そうか。どうですか、実際。まあ、門伝はね、うん、結構このラジオも出てくるってあれですけども、ね、はい、漫才ってなったらまた別と思いますけど、実際1年やってみてどうですか。まあ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 、ちょっと。すみません、ちょっと宇佐美だけ出席じゃないのに来ちゃってて、すみません。いいよ。めっちゃ嫌なこと言うやんけ。お前の方が皮肉強いの。出演が決定したメール、うん、あの僕だけ届いてなくて。それはスタッフさんが悪い。やられてるな。だからあのラフネク出演決まったよって言われて。うん。そこで初めて。で僕また出演のメール来てなかったんで、言っていいんかなって。お前、素敵じゃないのにそんな喋んな、お前。いや、厳しい。きついな、意外と。お前、飛ばしてなかったか。門伝。門伝、飛ばしてなかった、そんな偉そうに言ってるけど。飛ばしてたよ。ちょっとね、やっぱ宛先プレーンが達者で、テキサスも受けてたんで、飛ばしましたね。飛ばしてた。こんなまっすぐ言われたら。門伝飛ばしてたんか。いや、めちゃくちゃ面白かったよ。うん。テキサスの時、マルセイさん、ちょっと笑いすぎです。やめてください。ちゃうねん。ほんま言うと、うん、ちょっと聞き取りづらいのあんねん。あんまだから、うん、そう、分かれへんとこ、途切れてるとこ結構あって、正直。申し訳ないです。じゃあ、面白いの分かんないね、ほんまに。電波状況もね。そうそう、これは難しいね。だから正直、うん、想像で今多分これ言ったんかなとか思いながら、切れてるとこは聞いてたりすんのよ。めちゃくちゃ寄ってくれてる。僕らのボケより上行ってる可能性ありますよ。ちゃんと言葉を合わせてよ。うん、これはちょっとさ、はい、リモートの弊害でもあるから、うん、これほんまに申し訳ないねんけどな。めちゃくちゃ飛ばしちゃいましたね。いやでも、アビは仲良くやってますね。宇佐美くんはもともと一人でやってたの、うん、コンビでやってたの。違うコンビでやってて、うん、って出席決めるライブで僕初戦敗退しました。ちょっと予選で。全然いいよそんな。初戦そうよ。ずっと。いや、なんだ。すいません、気をつけます。じゃあね、ほんまに何言ってか分かんない、ね。ちょ待って。お前らだけ異常に電波が悪いんかみたいな。急によ。え？近づいたのマイクに。多分なこっちが喋ってちょっと間隔1秒ぐらい開けてくれたらちょっと聞こえやすいかもしれない。ちょっと前のめりになりすぎてます。ちょっと、まあ開けます。全然全然。どう、実際その、宇佐美くんは漫才してみてどうですか、門伝と。めっちゃ楽しいです。いいなぁ。いいね。めっちゃ楽しいですよ。全部。門伝はどう。僕はもう本当に、組んでくれるだけでありがたいんで。めっちゃ嫌われてんの、お前。年がでも。33歳なんで、なかなか。あ、そうか。あ、宇佐美君は若い。僕24歳で。おお。なんで結構ジェネレーションギャップ的なはありますね。うん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 。なんか、
それはない。俺らも年のさ、6歳ぐらい離れてんねんけどさ、うん、やっててなんか難しいこととか、やりやすいこととかあるなんか。まあまあまあ、やっぱりその世代のボケがあんまり伝わらないというか、うん、まあ、宇佐美に面白さが伝わってないみたいなのありますね。宇佐美くんは？あ、僕もなんかめっちゃなんか、サスケ世代で。サスケのボケめっちゃなんか、うん、サスケ好きやったな、もんで。こいつサスケでもめっちゃおもろいトーク持ってたわ、そうや。それ俺だけよ、世代じゃなくて。もう全然分からへんくて。そうか、24ってサスケ分からんのか。サスケ知らないですね。もうなんか山田勝美が現役じゃないやろ。もう全然違うくて。黄金世代の時好きやもんね、もんでは。そうや、そうや。そうな、世代的に。だから、でもサスケオリンピック種目になるかもしれんとか今なってんねんで。いや、それなったら本当にビジネスチャンスがやばいですよね。そうやな。大阪万博から流れで。だから山田勝美さんとかすごいビジネス、仕事の量増えると思います、ね。いや、お前の仕事増えるわ。勝美さんの仕事や。いや、面白いですけど。帯はなんかライブの告知とかありますか？9月の28日に、うん、吉本漫才劇場に所属するためのアップトゥーユーというショーライブがございますので。まあ、平日の夕方にはなるんですけど、ぜひぜひチケットよろしければ、僕も宇佐美も、ツイッター、インスタのアカウントあるんで、そこから検索してもらえたらと思いますんで。お願いします。はい、はい、ぜひ皆様、検索してチケットね、買って見に行ってあげていただきたいと思います。はい、ということで、オビワンのお二人でした。ありがとう。ありがとう。すみません。はい、ベビー。ありがとうございました。いや、面白かったですね。モンジェってあんな結構スラスラ喋るんですね。まあ、確かにコントでね、こうしっかり間取ってっていう感じだけど、はい、漫才もさすが史跡ですよ。さすが。はい。ということで、皆さんのハッシュタグラフネクのツイート見ていきましょう。はい、3組でもめちゃくちゃ面白い。感激。さすが。いや、すごい。やっぱ史跡はやっぱちゃいますね。ちゃいますね。同期ライブみんな見ようと。嬉しいですね。さっき同期ライブ言ってましたもんね。43期かな。うん。ベテラン感素晴らしい。なんかな、宛先プレーンはしっかりしてるのな。うん、面白い、ほんまに。うん、ってな感じでございましょうかね。皆さん、たくさんつぶやいていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。以上、一押しマンデーネタナイトでした。さあ、ということで、今日は、NSC 主席スペシャルということで、うん、芸歴3年目以内の主席の、はい、コンビに出ていただきましたけども、いかがでしたか？いやー、やっと見れたんじゃないですか？見れた。はい。あのジェイソン・ステイサムの髪型。いやいやいや、まあ、確かに聞いていただいて映像を見た方は、うん、まあ、正直見てないですけど、見てないんですけど、また僕らがジェイソン・ステイサムめっちゃ好きっていうのでね、うん、もしかして入れてくれたかもしれませんけど、いや、あとテキサス・マウンテン・ローレルのあのツッコミのこの、いや、面白いなってやるって感じとね、うん、で、宛先プレーなのもしっかりした、いや、えぐいよ、宛先プレーえぐいけどな、だって4ヶ月やろ、うん、そうなんですよね、卒業して、うん。もう俺らよりうまい。ちゃんと綺麗にね。そうそう。ネタの構成もすごいしね。はい、まあ、うん、彼らはどんどん、うん、賞レースの舞台とか、まあ、はい、ね、漫才劇場にもすぐ所属するでしょうから。そうですね。ぜひ皆さん応援してあげていただきたいと思います。お願いします。また来週お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。